はい、ということでですね、日本代表スタメン全員海外組になった記念ということで、日本代表オール海外組メンバー11人 VS 2018年 J リーグベスト11の対決をしたいと思います。で、権田選手がポルティネモンテに移籍した、ちょっとなんか間違ってるかもしれないけど名前が、の、まあ、きっかけにねやっているので、この前のアジアカップの、準決勝イラン戦のメンバーを基準に今こうして、並べております。で、対するなので、なんだろう、決勝のねカタール戦だと遠藤航出てなかったりしたんですけど、今回は遠藤航は入れてます。で、南野選手がウィーレ2019に登録されていないので、今回はまあ、怪我さえしなければ選ばれていた中島翔哉選手を、代わりに入れております。対する、J ベスト11の方なんですけれども、こちらの方はそうですね、ファン・ウィジョ選手とジョー選手がですねウィーレ2019登録されていませんので、代わりにイニエスタとフェルナンド・トーレス、まあ、僕の独断と偏見で入れさせていただいております。で、結構まあディフェンスラインが難しくてですね、サイドバックが3人いてセンターバック1人しかいないので、ちょっと車屋選手に、まあ、センターバックもできるんでやってもらいつつ、西選手は本来右なんですけど左のサイドバック、お願いしていますっていう感じで、早速行きましょう。ということでですね、こんなメンバーになっています。日本代表メンバーですね。はい、本当南野選手が中島翔哉選手に変わったっていう、だけです。対して、まあ、川崎フロンターレの側をかぶった J リーグベスト11はこんな感じにしました。ちょっとディフェンスの並べ方がなかなか、まあ、難しかったですね。で、今回前半は日本代表を僕は操作して、後半 J リーグベスト11を操作したいと思います。で、交代はゼロで、やりたいというふうに思ってます。では行きましょう。少々。さて、北澤さん、この選手のすべき選手はいらっしゃいますか？イニエスタですね。はい、チームの中心クリオース。おい、あはは、無理ね。おー、危ない危ない。なるほど、そういった部分も今日の魅力ですね。おーおー、いやー残念、ワントラップしてもよかったかな。いや、いいワンタッチだったんですけど。いやー、これ結構ねいい試合になると思うんですよね。なんかその日本代表オール海外組になって、まあやっぱ日本代表も結構強くなったなっていう思いもありつつね、別に J リーグが逆に言うと弱くなったってわけでは決してないんじゃないかっていうことで、ある意味、まあ、そういう点では検証企画になるんじゃないかなというふうに今回思って、やっております。お、チャナティップ、チャナティップはねなかなかいい選手ですからね。速い、危ない。おお、ナイスナイス、ゴンダ怖え。いや、いかんせん前線がトーレスとイニエスタなんで、本当に本当にバカにできないですよ。あ、ちょっと今回ね、あの普段使ってないあのスティックの方で僕ちょっと操作してまして、普段僕は十字キー大好き人間なんですけど、ちょっとあのはい、まあスティックになれようかなと思って、うわースティックでやってるんで若干パスがずれちゃいますね。ミス、
まあ、これももう慣れるしかないんで、もうやっぱりね、あの時代の変化にはついていかないといけないですから、すっごい使いづらいんだけど、吉田、柴崎、あぶねー、大迫の半端ないキープがなかなかできないですね。中村、うおお、組み立てながら攻め上がっていく、うおいうおい、大丈夫かそれ、まあセーフティーということで、はい、おお、大島、さあ左サイドへ、うまい、西、中村健吾に託した、おお、パスが速い、前半28分を過ぎたところです。おそう、一発があるんだよな、前線がとにかくすごいんで、元スペイン代表2人が前線にいるんで、一発があるんだよな、こういう風に、危ない、でも J リーグもほんとすごいですよ、だってあれよ、うん、ツートップがトーレスとイニエスタですよね、これちょっといないけど、ポドルスキだって入れられるかもしれないわけですよ、ここにっていうことですよね。ほんと J リーグも豪華になりました。おお、チャナティップが本当に速い、取れる、あーっと取りたかった、いかせん、おお、やばい、開いてる、あぶねえ、ポスト、うわー、これやばい、はー、やばかったよ今のは、チャナティップだ、さすが、チャナティップはね、うん、多分ヨーロッパ行きますよ、本当に。J リーグで収まらないんじゃないかなって感じは正直しますね。うん。近い将来、本当にヨーロッパ行くと思います、チャナティップ。これに関しては本当、多分今、J リーグで本当に一番ヨーロッパ近いんじゃないかなって思いますね、チャナティップ。結構個人的にはね、大島亮太とかでも行ってほしいんですけど、ちょっと怪我が多いのが難点ですね。先制ゴールが決まりました、1対0、もうね、なかなか大迫にボール収められないんですよね。原口、さあここから持っていく、 OK、 あー惜しい、はい、ということで前半終わって1対0、J リーグベストイレブンチームが今現在1点リードしています。後半はあの操作する方を変えて、やっていきたいと思います。はい、行きましょう。後半は僕が J リーグ選抜の方を、使っていきたいと思います。ベストイレブンの方ですね。おー、そっちじゃない、後ろに戻したかったんだけど、そうですね、心なしか僕が触るようになってからちょっと大迫に収まりだしたような気がしますよね。中村、イニエスタ、イエラ、
イニエスタへ。でもこう中盤がね、テクチャン揃ってんだよな。ぶっちゃけって日本代表よりもよっぽど中盤テクチャン揃ってますからね。スルーパスを出す。わかります。オッケー。おーい、うわ止められる。うわ頑張った谷口。エルナンド・トーレスに渡る。ここでいける。おお。日本完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいし。いやちょっと強いっすよ、 J リーグ選抜、ね、J リーグベスト11にこのトーレスとイニエスタ入れた。いやなんかこんだけさ、なんかこう久しぶりにこのスーパースターが揃ってるんで、ぜひねオールスター復活してほしいですけどね。なんかオールスターの J リーグ日本人選抜対外国人選抜とかでも面白いような気がしますけどね。うわー、おーおー、いや高さはね日本代表ありますからね、結構多分 J リーグ選抜より高さあると思うんですよ、日本代表の方が。イニエスタがワンツーで足に込んで欲しかったな。止まっちゃったからな、イニエスタ。なんか原口らしいですね、今のあの今はなんかだいぶ原口らしいですね。コンピューターよくできて、おー横パスなんだよな。横パスがしたいのに縦パスになっちゃうし、縦パスがしたいときに横パスになっちゃうし、難しい。おお。イニエスタからフェルナンド・トーレス。うわあ、惜しい。長友。さあ左へ預けて。うまい。原口。縦来い。自分で行く。いや、もう行けいい。ああ、怖い、怖い。日本としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。ああ、ウックアップしてる間に取られちゃった。酒井、素早いパスで攻め上がっていきます。川崎、硬いディフェンス。おお、ファール臭いけどね。オーケー。で今回のこの J リーグベスト11がちょうどあれなんですよ、外国人選手が5人おりまして、だから2019年のレギュレーション的に言うとこれができるってことなんですよね。今一生懸命頑張ってどっかのチームが補強するとこういうチームが作れるんですよ。で5人やっぱりあれですね、外国籍選手入れられるとやっぱこう豪華ですよね。おー、うまい。危ない。今のはすっげえ大迫らしかったな、ポストプレー。すごいビビった、これ完璧じゃん。日本が決定的な、危ねえ。ちょっと外すのが日本っぽいですね。家田がこの試合ですでにアシストを記録しています。うん、うまいですね。大迫に渡る。いいとこまで行ったんですけどね。うわい、まだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。落ち着こう、落ち着こう。勝ってんだから慌てる必要はないんだ。中村から左へ、また中央へ。あー頑張れ西、頑張れ。はい、まあチャンスですね、日本としては。うちとしてはピンチですが、おお、うまい、うまい、うまい。今のはうまいな、完全にショートコーナーで来るとは思わなかった。
あぶねー、超慌てたわ。危ない危ない。これは先に攻めます、日本。遠藤から大きく立て、あーコーナーになっちゃったか。危ない、コーナーじゃなかった。時間ありますから分かりませんよね。おい、ファール。おお、今のはちょっと後ろからだからね。でもフェルナンド・トーレスは本当にキープできるよ、さすがだ。本当さすがです。危ない危ない、もうリスクは負いません。できれば僕1点取りたかったけど、リスクは負いません。ミス、アニエスタ、さあ左サイドへスルーパスを出す。 OK、 間に合ってくれ。ミシエ、もういい形でしょ。うわー、いや、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。本当に俺は今横に出そうとしたんだよ、横にさ。なんでだ、なんであれで、なんで横に切ってんのに縦に出ちゃうんだよ。ほんとジョイスティックなれねえな、謎。はい、結局そうですね、僕自身はかなり不完全燃焼な戦いでした。なんかあんまりろくなねことできなかったんですけど、まあでも前半後半ともにろくなプレーは僕はできなかったので、まあある意味フェアだったかなというふうには思います。でね、うん、J リーグベストイレブン強いっす。結構半分がね川崎フロンターレの選手なんですよね。半分じゃないか。ゴールキーパーチョン・ソン・リョンで、ディフェンスが AFC の谷口車屋、中盤が中村健吾、大島、そして MVP の家永、だから7人か、7人が川崎フロンターレの選手なんですよ。でプラスアルファは西大吾と誰だっけ、西大吾とチャナティックかがベストイレブンに入ってて、で、いない選手2人の代わりにイニエスタとフェルナンド・トーレスが入ってるというような、感じなので、もうほとんど川崎フロンターレにプラスアルファは、まあ、なかなか J リーグでも素晴らしい活躍をしている4選手が、入ってきてるという感じですね。で、だから結構ね強い強いぞ J リーグ。もう全然うん、日本代表のオール海外組ともてはやされていますけれども、いや、まあまあもちろん外国人選手が5人もいるっていうのはあるけれども、これはもうやられたと思ったね。うん、本当に紙一重だったと思う。だからあれ決まっててもおかしくなかったマジで。この辺も焦ったかな。これよりももっとショートコーナーのやつがすっげー焦ったかな。これ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 、これはね助かったね。だ負けてもおかしくなかった、日本代表が勝ってもおかしくなかったですね。はい、ただ結果は J リーグベストイレブンが1対0の勝利ということになりました。マンオブザマッチは誰でしょう。マンオブザマッチはやっぱゴールを決めたチャナティップですね。チャナティップは本当に早ければこの夏、遅くても、まあ、今年の冬には、本当ヨーロッパ移籍するんじゃないかなっていうふうに思ってます。あんま言い過ぎると、コンサドーレ札幌のサポーターから反感を食らってしまいそうな気がしますけれども、いや、僕はそんな気が、しています。はい、いかがだったでしょうか。ということでですね、もうの2週間ぐらいしたらですね、J リーグ、開幕します。新シーズンもですね、非常に、楽しみですね。ということで、それでは。